ペンネームニューヨーカーさんからいただきました。ありがとうございます。竹達さん、花澤さん、はじめまして。はじめまして。太平洋の向こうからいつも聞いています。そんな遠いところから、僕と妹は幼い頃に一家でアメリカへ移り、兄弟間の会話はほとんどが英語です。英語なんだ。そのため普段は妹から名前で呼び捨てにされているのですが、一度だけ違う呼び方をされたことがありました。おお。日本に一時帰国する機会があり、おじいちゃんおばあちゃんと日本語で話していた時のことです。てっきり日本語になっても呼び捨てか、あるいは兄貴とでも言うのかと思えば、迷わずお兄ちゃんと言ってきたのです。へー。高校生とは思えない無邪気な言い方がとても新鮮で、その時は平成を装ったものの、内心照れくさいような誇らしいような不思議な気持ちでいっぱいでした。普段は可愛げのない妹ですが、この時ばかりはなんだか妙に可愛く思えてしまいました。はぁ、かわいい。かわいい。ちなみにあやちんはなんて呼んでんの？お兄ちゃん。お兄ちゃんって言ったことほとんどないね。そうなんだ。名前、そう、名前で呼んでる。そっか。くんちゃん呼びだね。だから、今更恥ずかしくて言えないよね、なんか。うわー、なんて言えばいいんだかわかんないよ、もう。そうか、でもさ、でもさ、なんかセリフでお兄ちゃんとか言うことあるでしょ？うん。セリフはあるけど、うん。だって、なんて、お兄ちゃんとか言う兄弟いんの？いないのかな？なんかそういう、そんなになんかこう、お兄ちゃんと呼ぶのが、ちょっと気恥ずかしいっていう、感覚がわかんないわ。嘘。うん、例えばじゃあ弟さんはさ、かなちゃんの弟さんはお姉ちゃんって言うの？うん、言わないね。え？なんて言うの？前は姉たんだったんだけど。あ、言ってたね。可愛かったよね。今はね、かなさんっていう。かなさん？うん、ほら、恥ずかしいんだよ、弟くんも。ねえ、恥ずかしいんだろうね。恥ずかしいんだよ。確かに、そっか。そう考えると、私は呼び捨てにするからさ。ああ、そっかそっか。そうそうそう。そうだよね。うん、私もうちのお兄ちゃんは私のこと呼び捨てで呼ぶわ。うん、呼ぶけど、うん、そっか、お姉ちゃんって呼ばれんのか、いいな。え、何？うん、ごめんね、お姉ちゃんって呼ばれるのを今想像してた自分で、うん、いいなって思った。そっか、でもかなちゃんが妹になったらお姉ちゃんって言ってくれるのか、うん、お姉ちゃんお姉ちゃんやめて、可愛くないお姉ちゃんかいちゃん、本気で言って、本気で。お姉ちゃん。かわいい。かわいい。なんだ、こんなんでいいのか。はあ、たまらんな。お姉ちゃんか。うん。想像つかないの。姉妹だもんね、そうなると。そうだよね。うん、いいね、でもね、なんかね、うん、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか。いいわ。純粋にね、そういうふうに言い合える仲って。うん、はあ、癒されました。ありがとうございます。ありがとうございます。